あれが尾道の秘密ってやつですか。恐れ入りましたね。お前一人か。ええ、ご覧の通りですよ、四代目。何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか、尾道は大揺れですね。もうお聞きかどうか。昨夜クルス・タケルも死にました。自殺ってことです。何。まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、ゆうべクルス・タケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに素骸を消して登場会のてっぺん取る腹でした。しかし素骸のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね、俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたも、それに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に登場会を丸ごと身売りする気でいます。広島の参加になったら登場会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってじじいは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。ソメヤ、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。無事か。なんじゃ兄貴、蘇我血相会で。ママたちは。いや、もう帰りましたけど。そうか、大丈夫だとは思うが一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と登場会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレドにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃまだ大した数じゃなあで。
あんなら造船所で懲りた思っとったが、まだわしらんこと舐めとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組って？お前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。外を見ててくれ。雄太に連絡を取る。雄太に？搭乗会が遥かたちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？雄太です。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういや、ハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。またハルカたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それに遥ちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、
今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。分かりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。はるかちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやっさんもそうせい言うとりますけ。分かった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにして。